それでは今夜のゲストをご紹介しましょう。ロックバンドバックオンのケンジスリーさんとティーダさんです。いらっしゃいませ。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。今日そのバックオンさんいらっしゃることが多分ブッキング的に決定した段階だと思うんですけど、はい、久方ぶりにとある方から私に、ショートメールというかね、メッセージが届きまして、はい、ケンジスリーさんの奥様でいらっしゃいます。高田久美さんから、はい、真横で僕見てましたやめてよっつって、僕歌丸さんまだ会ったことないのに緊張するよっつって高田さんはあれですね、なんだ、はい、クレバーのイベントかな。そうですね、はい、それでご一緒して、で打ち上げもすごいみんなで、もう藤井隆さんとかみんないて、そしたらその高田さんが妹も呼んでいいっつって妹ってあれですか、あのですかみたいな、だすごく楽しい夜を過ごさせていただいて、でその後ちょいちょいたまにいかがしてますかみたいな感じをしてたんですけど、はいはい、今回それで本当にね、晴れてこちらの今度はバックオンさん、いやもうよろしくお願いします。はい、メールの文面がすごいやっぱ本当に高田さんそのものでめっちゃ嬉しいっていう声が聞こえる文面が最高です。奥様もお待ちしておりますんで、この番組で、はい、はい、ということで改めてバックオンさん、はい、プロフィールをうなぎさんからお願いします。いただきます。バックオンは2002年に結成されたボーカルギターのケンジスリーさん、そして MC のティーダさんからなる2人組バンドです。日本だけでなく海外でも高い評価を受け、毎年のようにアメリカ、台湾、南米、アジア、ヨーロッパといった地域でイベントに出演されています。また楽曲はガンダムシリーズといったアニメ、CM と数多くのタイアップに起用されています。そしてキスマイフット2、エグザイル小吉さん、LOL といった幅広いアーティストへの楽曲提供もしています。そして最新作のデジタルミニアルバムリバースが現在配信中です。はい、最新作も拝聴いたしまして、めちゃめちゃかっこよかったです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もちろんそのね、ティーダさん MC ってのラッパーとしていて、はい、ミクチャーバンドだから当然っちゃ当然なんだけど、すごいなんていうかこうヒップホップのその影響の強さというか、僕としてはやっぱり、そうですね、ありがとうございます。はい、特にその、今回だと、はい、聞いた印象ですけど、その1曲目のグッドモーニングだと、はい、ああいうトラップ的なそのフローみたいなのも完全に消化しつつ、はい、でもやっぱり全体に例えば他のチェイン2020とかかな、東京ビーバップっていう曲とかかな、はい、なんかすごいやっぱ 90s ヒップホップのマナーががっつりこう、はい、なんか血肉と化してるというか、そうですね、なんかそのすごくかっこよかったし、すごくシンパシーを感じる、はい、作品たちでした。すごくありがとうございます。本当、はい、嬉しいです。もうレジェンドなんで、もう歌丸さんも、はい、いやいや何をおっしゃいますもんねこんなもうちょぼくれたおじさんですよいや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 、でもそのね、ミクチャーのそのバンドとしてこう、はい、キャリアを重ねてきて、時代もすごく変わってきたでしょうし、はい、バックオンさんとしての立場も変わってきたじゃないですか。はい、こうなんていうんですかね、活動スタンス的にこう一番難しかったなって感じた瞬間とかありますか。難しい瞬間、特に今回のアルバムはですね、うん、僕たちが以前4人体制でやってたんですけど、2人体制になってからの初めてのアルバムになるので、まさにリバースですもんね。はいはい、なので今までのその、作り方をなんか変えて新しい音を生み出さなきゃっていうのが、そのプレッシャーの中でやっぱりこう原点に立ち返って、もう一回自分たちが影響を受けた音楽を、それこそライムスターさんのサウンドでもあるし、そういうヒップホップの要素とかも、もともと自分たちが好きではじ、やりたかったそうですね、はい、ことをちょっともう一回やってみようみたいな感じで、はい、そこは結構悩みながらバランス取ってやりましたね。はい、いやでもすごい本当にこれミクスチャーバンドってこういうこうことだよなっていうアルバムになってると思ってますよね。ヒップホップの影響もそうだし、はい、EDM とかそういうさまざまなそのダンスミュージックの影響もそうだし、はい、それがでもバンドの音としてちゃんと出てるみたいな、はい、なのですごいこうリバースってこう改めて生まれるっていうそのタイミングにふさわしい、本当に、はい、ありがとうございます。になってると、いやめちゃくちゃ嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しい、光栄です。いやこちらこそでございます。すごい凝縮した内容にもなってたし、すごい、あとなんかアルバムでそのさっきのグッドモーニングから最後のチェイン2020までこう聞くと、ちゃんとやっぱそのストーリーになってる感じとかも、はい、すごい良かったっす。ありがとうございます。本当嬉しいです、はい、嬉しいしか言ってないですけどね、本当にもう恐縮でございます。こちらこそ。いやで、なんと今日は、はい、バックオンさん結構レアなこの弾き語りスタイルというか。そうなんですよ。そうですね、あんまりやらないというよりはもうほぼ初めてです。初めてです。もう緊張してやばいですしかもレジェンドだし、もう2人の前でやるのはもう何を言ってるんですか本当に。いやいや、いつもね、皆さんご緊張されてるという時に、ここはリハースタスタジオのスタジオなんだと思ってはい、ついさっきノア帰りですから、ノア帰り、ノア来てから来ました。ノアというノアです、はい
はい、まあ、とはいえでも本当に、リラックスして楽しんでいただくのが一番だと思うので、はい、僕らもすごく楽しみにしてます、はいはい、当然奥さんも聞いてらっしゃるんですよね。そうですね、怒られないように頑張って。こういう間のトークとかもかなり厳しいダメ出しもうおっしゃる通りでございます。もうちょっと気の利いたこと言った方が良かったんじゃないとか言われるんですよね。いやいやいや最高ですよね。はい、楽しみにしておりました。ということでお知らせの後すぐバックオンさんの本当にレアな弾き語りスタジオライブをお送りします。さあそれではここからバックオンのお二人による非常にレアだという弾き語りライブ聞かせていただきます。それでは第6スタジオお任せします。はい、それでは皆さんこんばんは、バックオンです。それでは1曲目聞いてください。ドライブ。Low down the style, yo, when I'm a lady Color of blood in a Venice Inject many, 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 I do pay the money君はまさに yourself の女神ネオンのライスバックリンでミッネー can't stop 止まらない異世界暴れ馬に乗ったない月の雲 blind It's time to ride on the high どこまでも続く道を So many days ずっと一緒にいたいと思った覗き込むたびに誰だ仕草が愛しくて When I play you drop this for A I got the handle so tiny gym I say clutch で繋げ first to the top then needle pat the red zone の仕上げ Like the car chase 攻防戦 I'm gonna make a bet 全てを一瞬にかけペダル to the metal Kick in the axel It's time to ride on the high どんな時も守り続けるんだって心から思ったふざけ合って笑い合って Love you, babe いつまでもずっと二人で愛しくて One time, one time どんな時も君のそばで守り続けるんだって心から思ったふざけ合って笑い合って Love you, babe いつまでもずっと二人でありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこのまま続けてバックオンの EP ニューエラから失恋ソング Right next song is called Mr. Rain。Dancing the misty lane
なバキマロマナコの部屋に広がるやフェリーパフィン I'm still loving 肩を抱く幸せそうに笑う写真に思い焦がす If you come back to me I'm promise 君の涙の分けに寄り添いつめぐ love story それはまるでそうい今さら遅い It's too late I'm sorry 今になって踊り出す後悔の痛みが Dancing the misty lane 道は煙って一人きりでつぶやく声をね Dancing the misty lane 霧の中で手を伸ばして静かに声をね Again La 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 だからね。そうですね。このまたスタジオのね、4人しかいないっていう。そうですね。そうですね。いや、なんかこう、シミュレーションしたんですよ。2人はどうやって、こう、聞いてるのかなと思って。僕の勝手なイメージで、歌丸さんとかもうずっとこうやって、腕組んで見てんのかなと思って、そう思いの顔2人がノリノリになってくれて、もうめちゃくちゃ嬉しいですね。逆に嬉しい反面緊張するとかなんかもう、めちゃくちゃ乗ってます。いやいやいや。それですね、僕は今日歌丸さんにお会いできるっていうことなんで、ちょっとやっぱちょっと実家から、お、え、ぜひね、ちょっと僕B ボーイズ、B ボーイズの LP を持ってきたんですけど、ありがとうございます。これにぜひサインなんかいただいたらなんて、ちょっとごめんなさい、ちょっと証券乱用かもしれないですけどしますけど、それはかっこいいありがとうございます。いやいやいや、恐縮です。僕たちは噂の真相世代で、そうですね、三品を後追い世代なんですけど、はい、いろいろそういう日本のヒップホップにも影響を受けてたので、ぜひ今日はお会いできて本当に光栄です。こちらこそです。あ、サインはじゃあこれ後ほどね。あ、後ほどね。あ、今すんの、ちょっと、いやいやいや、もうね、なんか宇多丸さんのサインは結構なんかもう手の込んだ感じなんで、いや、すごく可愛いイラスト調というか、あの、俺も持ってくればよかった。はい、ちょっと後ほどやりますね。ありがとうございます。なんかこう曲を聴きながらでも全然大丈夫です。はい、で、ここからはですね、まあ、アンプラウド、先ほどシーケンスを入れての演奏だったんですけど、普段はドラム入れてシーケンスやって、はい、演奏してます。で、ここからは僕のギターのみで、あと歌のみでやらせていただきます。はいはい、で、次の曲はですけど、新ニューアルバムリバースから、1曲 Shall We Dance という曲をやります。この曲はですね、僕の親友が最近結婚しまして、彼に、送った曲なんですが、なぜシャルウィーダンスかというと、まあ、当時、まあ、奥さんなんですけど、当時付き合ってた時に、彼女はそれこそ大舞台で、踊ってるバックダンサーだったんですけど、うん、まあ、結婚を機に、引退をするということで、ステージ降りても、人生というステージを、2人で手と手を取り合って、なんか行ってほしいなという思いを込めて作りました。聴いてください。シャルウィーダンス。見上げれば雲一つないような気持ちになれる。毎日が慌ただしく訪れても、きっとあの時がなければこの景色も違って見えていただろう。ここから Shall we dance? 僕が手を握るから、君だけ
からの I love you だから、Hey baby, what you look? I'm kinda crushing you、It was like 人生最大のニュース、その日から君が頭から離れず、世界を踊り出した for just me and you、君みたいにうまく踊れない、 But I love you more than anyone else in the world、 手を取り導いて Color with my love and my beautiful lady、 今ぐらい now 空模様に重ねた僕らの出会いを、運命って柄にもないけど、心から溢れて、ここから Shall we dance、 僕が手を握るから、本当にあの、僕ら今年10月で、メジャーデビューして15年になります。はい、すごい。そんな中、まだまだ経験してないこともいっぱいあって、今日みたいに、ラジオの生放送でアコースティックで歌えるなんて、ね、本当に幸せに思ってます。スタッフの皆さんありがとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。歌丸さん、うなやさん、ありがとうございます。こちらこそです。じゃあ最後にそんな皆さんに感謝の気持ちを込めて、この曲を送りたいと思います。この曲は、ライブでの定番の曲です。ありがとうございました。フラワー。Oh damn、 君と出会えたのはきっと偶然じゃない、いつの間にかそんな風に思えてた、どこまでも続く僕らの旅路、ふと気づけば咲いてたんだな僕らの間。ありがとうまで素直に言えなくて、
そんな自分が大嫌いで、ただいとことなのに口に出せずに胸の奥で出口を探してる。 Yeah, 巻き戻す clock and playback every day。 大嫌いだって叫んでみたって影追いかける。 Day by day。 Yeah, are you ready? Oh, あそこまで、oh, かけっこばっか意地を張ってたな。 We always made this hot noise everywhere。その時じゃねって君はつぶやいた最後の言葉。やけに短くて切なくて照れ笑い浮かべ、無理やり出した言葉。頑張って種まいて水をやって光抱いて咲かせた花はそうさ。永遠に枯れることはない。何もかもがバラバラになって壊れそうで消えそうで、それでも僕ら過ごした日々を信じてる。変わらないもの絶対あるから。フラワーのひらからこぼれ落ちた君のかけらを拾い集め繋ぎ合わせ、まるでジンソーパズルのようだね、yeah. We made a harmony, yeah, just like a flower's melody。 俺らの輝くまるでダーモンリング。 So when I say to you ありがとうって素直に言えなくて、本当は君が大好きで、いつまでも君と僕の思い出は胸の奥で。 Wow, ありがとうって素直に言えなくて、本当は君が大好きで、どれだけ時が過ぎ去っても変わらずに咲き続けろ。ずっとこの場所でフラワー、フラワー、ええバコンでした。ありがとうございます。やったー、ありがとうございます。バコンスタジオライブねえ、ありがとうございました。レアな形でお送りしてもらえたらって、本当にね、うん、やっぱでもすごく生々しい分、2人で完全にこうバックアンドフォースっていうか他の要素がないわけじゃないですか、はい、だから逆にやっぱりこの2人のスキルっていうか息の合ってるところとか、本当に 2MC のバックアンドフォースじゃないけど、はい、すごい実力が本当にあるんだっていうのが、こういう形だとやっぱりすごい出るし、ありがとうございます。めっちゃ緊張したもいやーね、けあのケンスリーさんの歌も素敵だし、ティーザさんやっぱラップうまいなみたいな。あ、本当ですか。うわ、いい声してるわみたいなのとか。僕ね、先週のバレンタイン企画も聞いてて、シミュレーションしてたんですよ来週の今頃は俺はどうなってんだろう一体と思って。あんな修羅場を聞いてるなら大丈夫だと思う。いやだからもう一週間ずっとドキドキしてましたもんね。いやでも素晴らしかったです。すごい普段聞くその音源のバックオンじゃないなんかすごい芯の部分というか、曲によってはやっぱシャルイーダンスのね、その、はい、こういう歌詞の内容だって聞いていくと余計近く感じるし、はいはい、このバージョンこのバージョンだから俺この携帯でもっとやってもいいんじゃないかって。あ、本当ですか。思いました、ね、わ嬉しい。ちょっと自信持ってました。本当になんかそれに例えばこれにちょっとカホン入れるとか、はい、そんぐらいでもすごいなんか広がり出るんじゃないかなみたいな、はいはいは
い、思いました。ありがとうございます。反響も来ておりまして、ラジオネームゆかりんさん、初っ端のドライブ好きすぎて感動、ライブ前の奥様からの励ましの言葉に照れる声に燃えました、ゲームの中で聞いている声を今日は生で聞けてハッピー、今夜も気持ちよくゲームに没頭できそうですというね、アコースティックしびりました、甘い声とギターの音色がささくれた心をほぐしてくれるみたいでしたというねお声でした。あとピカチさんも、バッコンさんの力強い弾き語りライブめちゃくちゃにかっこいいです。ちょっと仕事でシェーマンをしてしまって気分が落ち込んでいたのですが、バッコンさんのライブを聞いて元気が出ました。素晴らしいライブありがとうございました。ありがとうございます。今日は来ております、ね、奥様はどうやって聞いているのかってちょっと怖いですねドキドキしながら帰りますでもあとでもすごくあのなんていうかありがたいです。こうやってビーボーイズムのねこんなアナログマネー持ってきていただいて、後ほどちょっとあの詐欺しますんで、はいはい、これケンジスリーさん名義でいいんですかね。あ、もうありがとうございます、はいはい、ジレさん別にあのいずれ会いますよ普通にいろんなとこで、はい、その時にあのぜひあのお願いしますいやてかこのちょっと光栄すぎますこちらこそありがとうございます、はい、ということで、バッコンさんの、皆さんお知らせ事としては、はい、最新作、はい、リバースを、1月22日に配信して今、はい、絶賛配信中なのでぜひ聞いてください。それと、2日後なんですけど、2月22日、はい、土曜日、土曜日渋谷オーウエストで、今リバースツアーをやってるんですけど、最中に、はいはい、ファイナル東京でやるので、もし、リスナーの皆さんお時間ありましたら遊びに来てください。いやーその一番大変なお忙しいね、いやいやいや時期に本当にすいません、ありがとうございます、光栄でございました、はい、ちなみにこのスタジオ一応フルセットとかも全然ガンガン組めるんで。あ、本当ですか。あの爆音系、文字通り爆音系ライブもありだと思います、はい、ぜひぜひ。僕ら次回もそういうチャンスあるんですかね。もちろんです、ね、はい、あの全然いつでもお待ちしてます、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、あともちろんあの奥さんもお待ちしてますと伝えてください、はい、そんな感じで本日のライブ&ダイレクトゲストはバックオンのケンジスリーさん、ティーザさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。